はい、じゃあチェンジアップってどういうイメージですか。わからない。これを投げてるのに、ストレート、自分が今ストレート投げてるのはこうやって押してる。投げていい、大丈夫っていう押す。わかる？もう10秒ボールを押してるでしょ、ね。当たってるでしょ。今度はストレートはこうなんだけど、チェンジアップはストレートはどうやって見る？こうやって見る、うん、チェンジアップはじゃあここのマークがあるでしょ、これにこうやって見る。そう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 、で手を添える。でボールを今ストレートはこうやって投げてたでしょ、それをこうやって、そう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 、やってみよう。やりやすいよ、そこだと思います。おほほほほ、キャッチャーもほら、すごいすごい、ブログルトじゃん。キャッチャー今チェンジアップなってた。おグローブの中です、グローブの中に入れてこうやって、そうそうそう、でもうこれとこれを掴むんだよ、上手じゃん。でそっからセンターもレフトぐらいだけど、ちょっと早かったな今のは。手の甲から投げてたわ、うん、手の甲から。で、あのチェンジアップはここにボールを置く。そうで投げた後、投げた後手を上まで上げる。いや違う違う、投げた後フォロー、そう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 、そう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 、キャッチャーの笑顔がもうチェンジアップグッドって言ってる。ほら自分も笑顔が出てるでしょ。あれ投げれたじゃん、え投げれたでしょ。はい、もう一回、もうちょっと手を上に振った方がいいな、最後は。なんで腕を振らないといけないかって分かる。なんで手を振らないとか分かる、うん、あー、それもあるけど、バッターがそれに目がいく、それをうって思うから、それは抜けてくる。これでパッと止めたらチェンジアップで分かる。そうそうそう、上まで。違うね、ターゲット見てなかったよ今の。どこだった、ベースの前で。そうそうそう、まだいいまだいい、左手がまた大阪になってるから。よし、じゃあストレートだ、ストレート、まっすぐまっすぐ、まだ押してないぞ、一応前だな。おお、ナイスボール。
チェンジアップ投げて、自分でチェンジアップしてたから。チェンジアップだよ。投げ方はね、後から見るとたぶん練習をしよう。チェンジアップを投げて、みんなが見てたら緊張した。じゃあ自分でストレート、チェンジアップって投げるかけてごらん。自分で言って。もうちょっとなんだけどな。左足が1点のところ行けばもうバッチリ。もうそれだけ。バラバラだから。あと体重とかできるようになったら全然もうトレーニングしかない。もうバランスは良くない。当たり薄くは当たったりする、うんうん、どこに投げるの？チェンジアップはどこに投げるの？オッケー。で、フォローは？よし。イメージはつかめてますよね。イメージは。ここだよ、こういう動きだね。左足も、はい、チェンジアップ投げてもらって、まだパッてして、パッて。だって親指と人差し指だから、親指と小指だけでしょ。引っかかった、これで引っかかった。こうやって書いてるでしょ、わかる。だからこれを押さえてるだけで、手をパッと、手のひらで押すっていうな。そうそうそう。パーをする、グーチョキパー。まだ前です。で、投げた後こういう感じになる。そう。そう。すごい。